はい、皆さんこんにちは、物販講師の黒沢です。今回は変化にどれだけ適応できるかっていうのが大切っていう話をさせていただきます。ダーウィンの進化論にもある通り、強いやつが一番生き残るわけでも賢いやつが生き残るわけでもなくて、結局生き残るのは最も変化に適応したものであると、種である。その言葉通りですね、このご時世、まあ、コロナの混乱だけではなくって、やっぱり日本って地震大国ですから、さまざまな天変地異含め世界っていうのは日々刻々と変化してるわけです。いちいちね、その自分のビジネスに支障をきたすようなビジネスっていうのは、まあ、一つのそれが脆弱性になっていると、まあ、飲食だとか、実はですね、今日入会してきたジムだとかもそうなんですけれども、もちろんなくてはならないもの。でもその中でですね、自分自身がじゃあジムの経営をしますかだとか、あとは飲食やりますかっていうと、まあ、ちょっと自分はしたくない。理由は、今やっている海外物販っていうのがコロナだけではないですよ。トランプ政権の貿易摩擦だったりだとか、あとは様々な諸事情にぐらぐらいちいちせずにずっと続けられるビジネスだからなんですね。日本アマゾンとアメリカアマゾンがありますが、なんでアメリカアマゾンメインでやってるのかっていうのも似たような理由で、日本っていうのはどうしても天変地異、特に地震っていうのの影響を受けやすい。地震が起きて日本中が混乱している時に、じゃあアマゾンで物を買おうっていう感覚にはならないですから、やっぱりですね、アメリカのように国土が広く、また日本よりも市場規模が10倍以上あり、日本のアマゾンっていうのはさらに若い男しかいないですから、極端な言い方すれば老若男女のうちの若男しかいないんですよ。だって 20% のシェアですからね、日本のアマゾンっていうのは、日本の EC コマースの中で。じゃあ残りの 80% はどこなのかっていうと、例えば女性は楽天に流れる、これも 20% ぐらい、あとはヤフーショッピングに 10% 流れるだとか、そんな感じでばらけちゃってて、でただでさえネットを使って買い物をする年齢層っていうのがものすごく日本限られているだとか、様々な理由を勘案して、さらにその天変地異、特に地震の影響っていうのを考えますと、さらにですね、ハイパーインフレ、これが現実味を帯びてるかどうかは別として、少なくともハイパーインフレについて語る人たちっていうのが増えているのは事実だと思います。日本の通貨の価値っていうのが激下がりすると、激落ちすると言いますかね、っていう状況になる可能性も全部加味して、アメリカでのアマゾンでの販売は私にとっては最も適切なものだなっていうふうに考えているんです。それはさておき、どのような変化に対してもその中で確実にしっかりと収益を上げ続けるっていうことが大切なんですが、と同時にビジネスのことだけではなくって、様々な面で自分たちがこの混乱を利用するということも、ある意味なんか姑息に思えるかもしれないですけど、ものすごく大切なことです。で、このジムに入会したっていうのもそういう意味があるんです。なんでこのタイミングなのかっていうと、いろんな意味があります。コロナの時期にジムに入会する、不謹慎じゃねえかなんていう人もいると思うんですけど、そこには自分なりの考えっていうのがあります。まずはですね、このコロナの時期にジムでクラスターが起きたっていうことが大々的なニュースになってしまってですね、まああれもメディアの責任でかいと思うんですけども、ジムは危ないっていうことが、もうすごく刷り込まれてったわけですよね。じゃあその中でジムどうするかっていうと、その中で少しでも経営を安定させるために様々なキャンペーンを打つわけですよ。で、このフィット24に関しては、快活クラブフィット24に関しては、初月は日割りでお金を払うと。で、翌月、自分の場合はだから来月の7月っていうのは半額でいいですよと。通常7480円かかるんですけど、半額でいいですよ。さらに、月、通常5000円取るタンニング、要するに日焼けに関しても、7月は無料でいいですよと。だから入ってくださいっていうキャンペーンやってます。自分日焼けサロン好きなんですが、いつも調布駅まで、2駅分まで歩いていかないと日焼け使えないんです。で、日焼け1回1100円、1200円ぐらいなわけ。で、その日焼け、まあ、5000円中と正直高いですよ。だからぶっちゃけ7月中に解約します。解約したら無料で、この6月の終わりと7月中っていうのは日焼けサロンを利用することができる。立ち型のいいマシンでしたよ。見てきましたけど、さっき入会した後に。
本当にそういった我々にとっては利益っていうのをうまく享受できる。さらにですね、私が24時間のジムを選んだのはもちろん理由があります。24時間ということは人がたくさんみんな訪れる時間もあれば、ほぼほぼ人が来ない時間もありますね。ほぼほぼ人が来ない時間っていうと深夜だとか早朝の時間帯で、自分はまさにその深夜とか早朝の時間帯にジムを使いたい人なんですよ。だからもちろんマスク着用現状義務付けられています。なのでマスク着用をして、で除菌もしっかりと行って、まあ、個人的にはそのマスクの飛沫感染よりもそのマシンとかのについたウイルスによる接触感染の方が強いと思ってますから、だからそういったことっていうのも自分ができる限りの対策を行う、まあ、消毒液は出入り口についてますから、とにかく手が触れるところ、体が触れる部分っていうのの消毒っていうのはしっかりと行って、でかつ人がほとんど利用しないような時間帯に利用するとっていうことを行うことによって、まあ、問題なく利用できるんじゃないかと判断しました。さらに別の動画でも話したんですが、この部屋の中のトレーニングマシンっていうのがめちゃめちゃいろんなものがちょっとずつ多くなってきてしまって、物が多いと私頭がドンマするんですね。思考回路がドンマする、まあ、それは自分の性分なんですけれども、なのでここのトレーニングマシンっていうのを半分以上実家の方にね置かせてもらいに行きました。そのような形で普段のビジネスにはもっと注力できる、そして人が使わない時間帯、ほぼほぼ人がもう来ないような時間帯、いつもその深夜の時間帯に外から眺めてたんですよ。人いるかなって、いつも、ま、ほぼほぼいなかったです。一人いるかぐらい、いないかぐらい。なのでその時間帯に利用する自分からすれば、まあ、そのコロナ対策っていうのもある程度の自分の対策として十分に、まあ、できるだろうということも含めて、まあ、ジムに入ったりしたわけですね。これだって一つの変化なし、変化の中で、経営が体験の中で、別に足元見るつもりはないけれども、キャンペーン打ち出してくれてるんだったら、そのキャンペーン乗っかるという話ですよね。で、乗っかって、いろいろな、この部屋の中が片付くと、トレーニング器具、ここに、まあ、ある程度は残しますけれども、大量にボコボコ置かなくても、それよりももっとクオリティの高いマシンなどなどでトレーニングできると。もう常に我々っていうのは、変化するのが当然だと。だからこのコロナに際してもですね、またコロナが来るんじゃないかだとか、そういったことで一喜一憂するのではなくって、どのようなコロナだったり地震だったり、ちなみに自分他の動画でも何度も話しますけど、一番怖いのってコロナの第2波が来る、第3波が来るはじゃないんですよ。ていうかそれだけじゃないです。そのタイミングで大地震が起きるのが怖いんです。なのでそのコロナが最悪じゃないんですよ。最悪の下にはもっと最悪っていうのがあって、もっと最悪っていうのが起きることもしっかりと頭に入れつつ、今後皆さんは私も含めてですけど、自身のビジネスっていうのは改めて再考していく、もう一度考え直していくっていうことがものすごく大切なんじゃないかなと私は思ってやみません。で、海外物販に関しても他のネットビジネスに関してもそうなんですが、そして自分は海外物販に関して誰でも簡単にできるだとか、初月から月商100万みたいなわけでわからんことは言ってないですけれども、どのネットビジネスもやっぱりやってみたら思ったよりしんどいことたくさんあります。だからそこに関しては、まあ、ある種命がけで、副業であろうが本業であろうが命がけで進まなきゃいけないに決まってるんですよ。なぜかというとね、副業でやる本業でやる、それはやる人の勝手な都合じゃないですか。でもそのビジネスっていうのは副業であろうが本業であろうが全く同じなんです。難しさは変わらないんですよ。あの海の波と同じで、初心者であろうがすごくサーフィンが上手い人であろうが来る波は一緒なわけなんですね。それと同じようにビジネスっていうのはご自身が副業であろうが本業であろうが、まあ、同じなんですよ。厳しさは同じ、難しさは同じなんで、そこも含めてやっぱりですね、そのビジネスをやる以前のコミュニケーション力だとか、冷静だとか、諦めないだとか、ネガティブにならない、前向きに進む、いちいちうじうじ言い訳しない、そういった部分からしっかりと土台を培った上でビジネスと真摯に対峙し、しっかりとね、あの長い目で見て自分自身を成長させるつもりで、人生変えるんだから今までの自分自身の生き方と全く同じ生き方、同じ思考回路で続けていったら何も変化なんて起きるわけないですね。で、変化が起きないっていうことは、この社会的な外的な変化が起きた時にまた
右往左往するような生き方っていうのを続けることになってしまうっていうふうに私は思うんですね。変化っていうのは常に外は変化してるんですよ。朝になって夜になるじゃないですか。暑くなって寒くなるじゃないですか。雨降ったり晴れたりするじゃないですか。周りなんて常に変化してるんですから、その中でその変化に対応するためには自分がまず内側から変化していくことっていうのが大切ですね。取ってつけたようにその物販の知識ならノウハウだとか外からペタ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 貼り付けたところで内側の思考回路が抜本的に改善することができなければ、その人っていうのは正直ビジネスでうまくいかないです。なぜならば人としてね、真摯に向き合っている人ではないと、まあコミュニケーション能力適当でいいかと、礼節も適当でいいかと、謙譲語と尊敬語の違いもわからないと、そういう状況の人には周りの人たちっていうのは寄りつかなくなってしまう。なぜならば物販セラーっていうのは独立独歩、ご自身が自分自身が、まあ、ある種の一人社長としてやっていくわけですから、自由選択肢なんですね。だから取引先にとっても、なんやこいつって思ったらその人と取引なんてする必要ないわけですよ。だってその人にも権利があるわけですから、当分にね。っていうことも考えると、しっかりと人間として人徳のある魅力ある人っていうのを自分も含めてですけれども、しっかりと目指して日々謙虚に吸収力を持ってスポンジのように進んでいく必要があるんじゃないかなっていうふうに思います。最後までご清聴ありがとうございました。楽しみです、ジム。では失礼いたします。